はい、どうもこんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。今回はですね、はい、風水建築士をされている天野さんと一緒にですね、6ヶ月1万フォロワー、月賞400万円を達成した秘訣というところについてお話を伺っていきたいと思いますので、はい、天野さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まず順番にちょっとお聞きしていきたいんですけれども、はい、天野さんのフルネームを教えていただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、天野ちえりですね。ちえりさんですね。はい、はい、ちょっとね、女性に年齢聞くのはちょっとあれだと思うんですけれども、ご年齢の方も差し支えなければ教えていただいてもよろしいですか。差し支えあるから黙っときますね。ああ、黙っときますか。じゃあ、20歳ということで。そうそうそう、28。28ぐらいということですね。はい、かしこまりました、28で。お住まいはどちらでしょうか。はい、あ、京都市です。京都市。はい。京都市ですね。はい。なるほど。現在の、ご職業は、風水建築士をされていらっしゃるということなんですけれども、そうですね、これが風水でどのような活動かっていうのを簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私は、建築士で一級建築士なんですね。で、建築のことを元にしていたんだけれども、その風水を生かした建築ですよね。だから建てること、リフォームのこと、でもう今風水ありきになっちゃってるので、現状の住まわれているところ、使われている事務所、オフィス、店舗ですね、住宅も含めて全部風水で見直しをしていって、気の流れを良くしていって、健康運とか、迎えて、そうですね、金運とか人間関係も見直していくということをやってるのと、あとその風水に関して教えることですよね。教えていること、風水はアドバイスする、やり方を教えるっていうことも活動もされていらっしゃると。そうですね、まずは風水を どんなものかっていうのを自分でもちょっと分かるようですよね。なるほど。まあそれがどんどんね、言ったら自分でも風水ができるようになる段階まで、いけるようになる。なるほどですね。じゃあ、風水建築士として、クライアント様から受注を受けたりとか、あとはその一方で風水を教えるスクールっていう感じですかね。そうですね、はい、こちらあと、セミナー、ご依頼受けたらやってますね。ああ、なるほど。講演会とか。そうですね、なるほど。建築会社さんでとか、いろんなちょっとイベントでとか、かしこまりました、ありがとうございます。そうですね、まず最初にですね、我々の、スクールですね、ご入学いただいたきっかけとちょっと簡単にお聞きしたいなと思うんですが、なんか集客系のスクールとかってね、他にもいろいろあるわけですけれども、なんか我々を選んでいただいた、なんか理由であったりとか、きっかけとかもしあれば教えていただきたいなと思うんですけれども。はい。これ私の知人が先に入ってたんですよね。ああ、なるほど。天野さんの、知人の方がもう先にご入学をされていらっしゃった。はい、そうです。で、やっぱり私は紹介メインでやってたから、集客っていうのがもう苦手で、もうしてなかったですよ。私はしてなかった。あ、でも、そうだ、できないと思ってたから。そしたら私の友人が入って、すごいこうやっぱりね、宣伝するっていうことも大切だっていうことを教えてもらって、少しでも勉強できた方がもう今はいいんじゃないっていうことで、それで入りましたね。あ、なるほどですね。SNS を使って宣伝することは重要だと。そう、重要だって教えてもらいましたね。かしこまりました、ありがとうございます。天野さん自身がですね、今使われている集客媒体もちょっと簡単に教えていただけたらなと思うんですけれども、今はどういったものを使ってますかね。集客、はい、メインはやっぱりインスタグラムになりますね。メインは、インスタと、インスタグラムですね。フェイスブックも、記事毎日も上げてないぐらいですね。フェイスブックも一応されていらっしゃると。はい、一応知ってますね。その他のメディアは何か使われていらっしゃいますか。何のメディア。その他の何か SNS であったりとかツールです。SNS、 あと、ブログはちょろっと書いてたのと、あと YouTube を最近。YouTube を最近。素晴らしいです。まだ頻度が浅い。これからですね。これからですね。はい。Facebook、ブログ、YouTube。あとは、LINE アット。あ、そうです、そうです。あと、そうですね。SNS だから、LINE アットをやってますね。はい。ありがとうございます。
そうですね、まあ、期間って大体例えばインスタグラムだとどれぐらいですかね、いつ頃から本格的に始めてみたいな。教わってからだったから、あのアカウントだけ去年から持ってたんですけど、もうほとんど、うん、触らないか、自分が好きな写真だけ上げてもうお遊び程度ではやっていたんですよ。だからそこに何人かはね入ってもらってたっていうか、フォロワーはあったんだけれども、全然写真なんてもう、うん、あの自分のペットのね、はいはい、ワンちゃんあげたりだとか、の何やってんだろうみたいな感じで、だから正式にちゃんとやりだしたのは2月ですね。あ、じゃあ今年の2月って感じ。そうです、2月から教えていただいて、いろいろとねちゃんと、うん、作り方、作り込み、内容を入れることとかです、内容何にも書いてなかったです、私。あ、そうなんですね。もう名前と、まあ、風水のことやってますぐらいな感じです、ね。はいはいはい。あ、なるほど。じゃあ、2月からってことは、この動画今撮ってるのが8月なので、大体まあ半年ぐらいって感じですか。そうですね、半年、うんうん、6ヶ月ですよね。6ヶ月ぐらいです、ね。かしこまりました。ここでですね、まあ、どれぐらい、まあ、実績が結果が出たのかところも聞いていきたいなと思うんですが、はい、まずインスタグラムはどれぐらい変化がありましたか。はい、もう1週間ほど前に1万を突破してますね。先週1万フォロワーを達成されたと。1万フォロワー、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。どうですかね、1万フォロワー初めて達成してみて。うん、なんかねワクワクしますよ、あの数字のところ見てたら。もう桁が違うみたいなね。そうそう、9900とか言ってなってきたら、ああとか言って。ああ、1万いくんだみたいな。そうそう、ああ、1万本当にいくんだって感じですよね。ああ、素晴らしいですね。LINE アットの方はどんな感じですかね。LINE アットはね、そちらに、やっぱりインスタグラムを見て、私の風水の活動を見た人がすごい興味持ってくださるわけなんですよ。だからね、風水って言ってもほら、あの私のやってるのは中国伝統風水だから、巷の風水とちょっと違う、すごい奥の深い、深い、うんうん、難しいというか、難しいというか、奥深い、うんうんうん、やつをやってるんですけどね。そしたらやっぱりちょっと違うって感じられるのか、興味を、うん、持たれるのか、やっぱり LINE アットの数がぐっと増えましたね、そこから。ああ、なるほどですね。見込みのお客さんが入ってくるようになったって感じですかね。うん、そうです、見込みの方です。前はまあ、フェイスブックでチラッと書いてて、そこからとか、うん、ブログからチラッと入ってくる程度だったから、もうほとんどね、数なんて、うん、なかったぐらいですよ。なるほどですね。そうです。だから本当に正式に始めたのは2月ですよね。うん、素晴らしいですね。ね、それまでは知らないと恐ろしいですね。本当ですよね。売り上げの方とかはどんな感じですかね。売り上げはまあ紹介ベースがね、ずっと私は昔から、うんうん、ずっとあるのに、プラス LINE アット、インスタグラム LINE アットですよね。紹介プラス、まあ、インスタ LINE アットなど SNS を使った、まあ、そうです、そうです。オンラインでの、まあ、無料集客っていうところで、そうです。で、なるほどですね。が増えたっていうことですよね。よって、うん、インスタグラムからやっぱり質問とかが来て、ね、ちゃんとそれに対して丁寧に答えてると、うん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 、もうちょっと相談したいっていうのが来て、やっぱり、うん、風水鑑定してほしいっていうのがやっぱり多いですね。おお、素晴らしい。直近だと売り上げでいうと大体どれぐらいっていう感じですかね。この8月はまあ400万超えてますね。8月はすごいです、うん、400万、うん、これ過去400万、昔とかも結構そんぐらい安定されてたんですか、300とか400万とか。うん、でもまあやっぱり400万はいってないのが多かったかな。あ、うん、っていうのはやっぱり SNS からの分ですよね。うん、なるほど。じゃあ SNS からの、まあ、集客ってところが結構大きかったっていう。そうそう、大きい、大きいですね。うん、で、知り得ない人からやっぱりこうね、ご質問があったりだとか、いろいろ、うんうんうん、もう知人とかとは関係ない、全く見ず知らずの方が興味を持ってくださってっていうところ、ね、そうですよね。今までは知ってる方の知ってる方っていう感じだから、まあ楽といえば楽ですよね。もう、うん、確かに確かに。前のペースはできてる、うん、
だけどもっと知らない人からもやっぱり興味があるんだっていうことが分かりましたね、ここで。それが大きいですね。全然アマゾンさんのサービス興味ある方はめちゃめちゃいると思いますけどね、日本中。多分ね、すっごい範疇だと思うんですよ、私。だからもうちょっと広げ方、やっぱり早く知っといて、今後もっともっとね、大きく広げていけば、はい、もっと開運する人が増えるんじゃないかなと。本当ですよね。なんか紹介とかだとやっぱ地域とかに絞って、証券がすごい狭くなってしまったりとかっていうのはあると思うんですけど、それを SNS にしたことによって全国のお客さんをターゲットに取ることができる。そうそうそう、全国に一斉にね、もう行くのと同じですからね、これは。SNS やっぱり大きいですよね。大きいですね。大きいです。証券を全国。ここで、天野さんにもし差し支えなければですね、インスタグラムの画面ここにちょっと表示させていただくっていうことは可能でしょうか。あ、いいですよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。では、天野さんですね、インスタが、こちらですね。はい、今、画面に表示させていただいているこちらがですね、はい、天野さんの、あ、ちょうど1万フォロワーいってますね。そうですね、ね、1万になって。こちらが天野さんのですね、インスタのアカウント。1万のままですね。はい。すごいですね。なんかインスタの投稿であったりとか、まあこういった集客に関してなんですけど、インスタとかになんか気をつけられている点とかってあったりされますか？インスタ映えはいらないですね。インスタ映えはいらないと。なんかすっごい綺麗な写真をいっぱい上げてるのは、見るのはもちろん楽しいんだけれども、はいはい、私はやっぱり教わってすごい良かったなと思ったのは、インスタ映えじゃなくて実質自分が何してるんだっていうことを相手の方に分かってもらう内容をこう上手に表示するっていうことですよね。自分は何者なのかを表現する。そう、でしかもあなたにとってこういうことが得れますよっていうのが、あの一つのコマの中で表現できるっていうのが、これは素晴らしいです。プラス、やっぱお役立ち情報と自分が何者なのかっていうのを、もうあの一つのコマ、いわゆるもうインスタグラムの投稿で発信できる。言える。そしたら私だって、建物の話からね、開運の話から運気の話からいろいろとやっぱり幅があるんだってことに気がついたわけなんですよ。そしたらその一コマ一コマに入れることが、いろんな情報があって、それをね、毎日っていうか、出していけるっていうのは、やっぱそれを楽しみにされてる人がいるわけなんですよね。で、その反応がまた返ってくるんですよね。そうだったんだとかね、知りませんでしたそんなこととか。面白いですよね、反応が変えるっていうのが。すごいですよね。だって1投稿あたりだいたい平均アベレージ500いいね以上ついてますもんね。そうですね、それぐらいついてて、で私が上げていったら、やっぱり多い時で日に100近いぐらいのフォロワー増えてましたね。多い日は100人ぐらい。多い時は100人ベースでしたね。100人1日でフォロワーが増えると。なるほどです。上げてるだけですよ、別に何もしてないんですよ。いや、投稿がね、確かにしっかりとされていらっしゃるなっていう雰囲気、感じは受けたんですけれども、こちらなんか昔テレビ、昔というか2ヶ月前ヒルナンデスに出ましたっていう投稿とかね。ヒルナンデスに出させてもらえて、またそれであれかもしれない。ちょっとコマーシャリングになったのかもしれないですね。すごいですね。でもね、ヒルナンデスもね、どこから私にオファーが来たのかって、もしかしたら来たかなとか思って。いや、インスタ結構見られてますけどね。うちの生産とかでも、某有名なファッション雑誌とかからなんか雑誌のコラム書いてくれませんかっていう企業案件来たりとか。あ、そうですね。全然ありますね。ね、あるかもしれないですね。すごいですよね。すごいですね。ヒルナンデスに、まあ、テレビ出演ですね。そう。メディア出演、メディア出演で認知を取るって一番やっぱ強いですけどね。そうでしょうね。やっぱりね、全国ネットだったから結構ね、反響はあったと思いますね。
ですよね、うん、だからやっぱり うまく自分のやってることをこう知ってもらえるのにはいいと思いますね。自分の認知を広めていくためには、まあ、インスタグラムはおすすめ。そう、それはおすすめです、私やっぱり、うん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 、でそんな大変ではないじゃないですか、うんうん、あのだってブログだったらやっぱり文章を整えて考えてってなってくると時間かかると私は思うんですね。確かにね、ブログは時間がかかる、うん、そうだからもうそんな時間私全くないわけだし、お忙しいですもんね天野さん自身、ね、忙しい、もう本当に忙しい であの出張多いんです、やっぱり現場見たりだとか、うん、受け身に来るし、だから本当そんな時間がなくって、でもインスタだったらあの自分の空いてる時間に、うん、トピックスだとかね、仕事のことを入れていて、まあ、初心そういうのもあったり、文章でちらっと書いたりとかできるし、うんうん、やりやすい、うん、まだやりやすい、やりやすいですね、やりやすい、うん、やっぱりやりやすさが続けれるっていうことですからね、継続の鍵はやりやすさです、うん、ブログになってくるとすごい文章を書くのが大好きな人はいいかもしれないけど、私はやっぱ時間かかるからちょっと逆に苦痛になってきちゃってブログがちょっと苦痛になってきてるとそうなってくる、最近はもうめちゃくちゃサボりがちですよ、逆にもうインスタに力入れすぎちゃって楽しいからまあインスタだけでも全然いいかなと思いますけどね、かもしれないですね、うん、もう楽しいですよやっぱりインスタって、楽しい、人の見てるのもまあ楽しいけど、ね、自分をうまく見せるっていうのでもいいやり方だと私は思いますね。なるほどですね、うん、インスタって今1日何分ぐらい、いやもう最近ちょっとさらに減ってきてる、でもね書いてあれしたらどうだろう、20分から30分もあればもうまとめられる、もっと短いかもしれないですね。あでも20分前後とか、うん、20分前後ですね、うんうんうん、なるほどです、ね、逆に何書こうかなって考えてる方が長いかなウキウキしながらね、何面白いかなとか、何喜んでもらえるかなとか、うん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 、考えてる方が長いかもしれないですね。なるほどですね、うん、なんか誰でもやりやすいし、そのコツを教えてもらって実施するということが大切だと思うんですよ、うんうん、実施することが大切、だってやってた私は気がついてなかったんですからね、それ気がついてなかったんですか、そうだからアカウントだけ開いたままですよああそうですね、あの昔ご自身で独学でやられていらっしゃった、昔自分でね、うん、アカウントは開いてやったんだけれども、写真だけ入れたらいいのかなとか、こうかなああかなみたいな、そんな感じ、うんうん、で私なんて風水だから写真って言ったって何入れたらいいのってなってくるんですよ確かにね、迷う方多いと思いますけどね、そうですよ、だから自分の好きなのとかね、旅行に行った時の写真とかばっかりあげてて、何も意味がなかったと思うんですよね、うん、そうですね、なんかあの、ね、仕事に、うんうん、あ、どうぞどうぞ、あ、仕事に結びつくとだから思ってなかったわけですよ、私が仕事、ああ、なるほど、趣味の範囲だと思ってたんです、趣味の範囲、うん、昔は趣味の範囲でもやってたと、そうそう、趣味です、うんうん、だからもうあんまり適当ほんと好きな時だけ、ああ。入れて終わり、うん、ここは結構あれですよね、なんかスクールに入る前は結構趣味でインスタをやっていたけれども、そうです、もう趣味でアカウント持ってるだけです、うんうん、趣味でやっているだけだったのが、まあ、スクールに入られた後はコツを教えてもらって仕事に結びつくようになったと。そうです、結び、ね、うんうん、知らない前結びついてましたね、だから、うんうんうん、あの問い合わせが入ったりしたことでね、問い合わせ、そう、でもやっぱりすごいですよね、それでこう深みのあることっていうか、そのワンワードで分かるっていうか、うんうん、そしたら向こうに響くんですよね、それが、でね、あの絶対風水の鑑定受けたいんですって言われた方で、うん、お伺いしていったら、もうなんかやっぱりあのいろんなところを探してたんだけれども、はいはいはい、
バシッと来るのはなかったっておっしゃるんですよ、その方が。あ、そうなんですね。でインスタを見て、あ、この人は深く知ってる本物だと思ったって言われたんですよ。すごいなと思って、その、ね、写真と、まあ、いろんな風水のことは書いてるんだけれども、それだけ伝わるもんなんだって私は逆にびっくりしましたね。そういうことを言われましたね。伝わるようになった。そう。だからね、その私だったら風水の鑑定をしたある一定の効果が出たことですよね。それをあのあそこにワンコマにあそこに入れると、はいはい、で、あとね、文章の書き方だとかその辺も教えてもらったのがすごいやっぱり良かったです。文章、相手にやっぱ伝わることっていうのがちゃんと、これは教えてもらわないと私は何にも書いてませんでしたもんね、そこは。なるほどですね。もう写真、画像だけ、写真だけ、ね、そうそう、写真だけ、ね、本当は内容あるんだけれども書き方わからないし、見せ方わからないから、あの何も書けないわけなんですよ。そしたら相手には伝わらないから、ね、先方さんは知らなかったわけですよね、今までは何にも。もう認知を広めていくってところですよね。そう、教えられた通りですよね。インスタを見せていくことによって、相手はそれを読んでいくと、どんどんその内容が分かって理解してもらえるから、自然にこっちのやってる内容を向こうは理解してるわけなんですよ。だからもう全部やっぱり毎日楽しみにして見てましたっておっしゃるんです。感謝の言葉が来るようになって。そうなんだっていう、なんか驚きが毎日来て、楽しかったっていうこと言ってもらったらこっちも楽しいですよね。なるほどね。そう、なんか今まではあの集客とかは例えばもう紹介に頼っているっていう形だったと思うんですけれども、はい、そうです。スクール入られた後は、どんな感じですかね。そうです、紹介プラスですからね。紹介も取りながら、まあ、いわゆるリアルとオンラインの融合。そうです、リアルとオンラインの融合。だからリアルだったらインスタに書いてた内容をそのまま聞かれてお話できますよね。だけど会った人でないとそれはできないわけ。はい、怖い人。でもインスタの素晴らしさっていうのは違いますよね。もう発信しちゃうから誰にでもそれが行き届いていくっていう。もう全国レベルでも発信したのがもう届いていくと。そうです。でその中でお話ししたいとか、やっぱり内容を聞きたいっていう方にもっともっと入っていく、ね、LINE アット通じてでもそれができるっていうことですよね。ここめちゃめちゃ大きいですよね。大きい、広がり、裾野が違います。裾野が違うっていうのに気がついた。知らなかったという。なるほどですね。なんか最後にちょっとお聞きしていきたいのが、まあ、初めてなんか私来たのを見た時のなんか印象とか、なんかもしあれば、まあ、ぶっちゃけ、まあ、今日の動画も打ち合わせ一切しないんですけれども、そうですね、ない。来たのを見た時のイメージとか第一印象ってどんな感じでしたか。全然正直に答えていただいて大丈夫なんですけれども。なんかね、北野さんすごい賢いんですけど。いやできる人に見えたの。僕は賢くないですよ。いや、私だってね、SNS って本当ダメだから、最低限のくらいでね、で、教えてもらわないとやっぱりできないレベルだったわけなんですよ、そのやり方っていうのがね。でもすごいやっぱり知ってらっしゃるし、聞いたことに対して的確な答えと親切にフォローしてくれたっていうことが、もう私はすっごい助かりましたよ。なるほど。フォロー的確な答えと。だってフォローしてもらわないとね、聞いただけでももう分かってないことがいっぱいなのに。確かにね、なんかためになる情報を書きましょうだけ言われてもね、具体的に何書いたらいいのみたいな。じゃあ具体的にどうしたらいいのってなるんだけれども、その具体的なところをやっぱり根節丁寧に教えてもらったっていうのが、私にとってやっぱり大助かりですよね。まあ、そこのところがわからないと書けないですよ、内容とかが。そうですよね。書けない。で、ね、はい、書きましょうって言われても書けない。確かに。
だから見せ方っていうか、はい、ね、あのちゃんとしたことをちゃんと伝えることのできる書き方ってあるんですよね、うん、そのコツとかですよね、大切なのはそれを、うん、しっかり教えていただいたっていうのが私はもう大感謝ですね、うん、北野さんに。そう言っていただけたらありがとうございます。そうだね、うん、そうですね、最後にあのこの動画を見てる方で、まあ、これから SNS 始めていきたいとかインスタ始めていきたいと思われている方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、なんか皆さんに向けて今一歩ですね、ちょっと踏みとどまっているっていう方もいらっしゃると思うんで、なんか天野さんの方から実体験も踏まえた上でですねまあなんか最後に皆さんに一言あればメッセージをお願いいただけますでしょうか。あ、はい、分かりました。もうリアルしかできなかった私が、はい、SNS を使って届かなかった人にまで私の情報が行って、その方がお客様になってくださる、または、ね、その方に私のやってることが伝わることが、うんうん、いとも簡単にできるのがやっぱり SNS なんですね。これは利用しない手はないわけっていうのが今頃によって私はやってみて分かった経験者なんですよ。うんうんうん、知らなかったらこれはもう分からなかったことで、リアルのみで私はずっとやってたと思います。なるほど、もうやらない手はないと。そう、やっぱり広がりが違うし、うん、でまたやった先のお客様が喜んでくださることですよね、うん、これにつながる広がりはもう他に変えがたいものですよ。うん、でね、やっぱりそのインスタを通じて、こんな人と知り合いたかったのにここで知り合えたんだって言われた時は嬉しいですよ。あなたと会えてよかったと。そう、だから探してたんだけど見つからなかったんです、こんな人って言われるんですよ。だからやっぱそれがね、リアルだともう制限かかっちゃうわけじゃないですか、会う人。もうターゲットのね、あの証券が決まっちゃってるわけですから。そうですよ、なんかセミナーで会うだとかで、ね、複数の問い合わせで会うってもう知れてる範囲ですよ、それは。対面営業とかリアルセミナーとか、そう、限界があると。限界がありますよね、うん、お会いできる方の数っていうのは。でもインスタはもう何か言ったら、あ、じゃ あのインスタちょっとやってみます、フォローしますとか言われたら、もうそこから情報は自動的にその人に届いているわけだから、うん、その人にとってもね、ちゃんとリアルな情報が入ってくると。でそこから LINE アップ入ってもらったら、さらに情報がいっぱい入ってくるから、うん、あのやっぱ相手さんも楽しいみたいですね。なるほどね、お客さんから見ても楽しい、勉強になる、楽しいね、だからね、それが届けられるのが SNS だというのは素晴らしいですよね、これ。やらないのはもったいないと。もったいない。もったいない。うん、私は、うん、すごくおすすめします。で、私みたいな SNS 音痴ができたんだから。天野さんも、あ、SNS やっぱり苦手なんですか？苦手だったんですか？苦手だったというか、できないと思ってたんですよ、自分で。Facebook ぐらいは書いてたけれどってやつ。と思っていた。思ってた。だからインスタグラムももうそんな何、写真適当なのあげたらいいんや、いい、それで終わり細かいことはもういいとかいう感じ。もう私はできない、めんどくさいしとか思ってた。多いと思いますよ、そういう方きっと。まあね、確かに多いんじゃないかなと思います、僕も。そこはね、確かに9月嫌いな方ね。だけど実際はね、こうやって丁寧に教えてもらったらやり方もわかるし、そしたらもう教えてもらったことだけ素直にやってたら、そのまま反映していきます。ああ、なるほどなるほど。そう、なんか私は言われたことしかもうやってないですよまあまあ、そう、言われたことしかやってないと作るで言われたことしかやってないと。そうそう、言われたことしかやってない。ほんとそうですよ。言われたことだけ。でそれでも1万フォロワー行くんですよ。だから、逆に。そうですよね。そう。っていうことは、もう私なんかいい証明ですよ、これ。言われたことしかやってないのに、みたいな。もうインスタ自体もね、難しい写真とかはほんと一切使ってないですもんね。ああ、全然使ってないです。全然難しい写真も使ってないし。もう本当に写真ないときはね、綺麗に文章をまとめたらいいだけだし、
文章だけをインスタで出したらダメだとか勝手に思ってましたもん。あ、そうなんですね。うん、思ってましたよ。インスタはなんかインスタ映えする写真を上げなきゃいけないんだと思ってたんですよ。ああ、まあそういう思ってる方やっぱ多いんじゃないかなと思いますけどね、いまだにね。思いますよ。うん。だから余計ハードルがなんか高いというか。うん。いい写真をなんか用意しなきゃいけないんだと思って。うん。いい写真ばっかりないじゃないですか。インスタ映えしなくても1万フォロワーいけるし、企業さんとかメディア出演のオファーも来るよっていうところですよね。そう、うん、だと思いますね。いや最強じゃないですか、天野さん。うん、だからもうね、いいですよ、インスタ。インスタおすすめです。おすすめです。はい、いや天野さん、本当に今日はありがとうございます。はい、で、なんか最後に天野さんもですね、なんか LINE アット、はい、今されていらっしゃると思うんですけれども、あ、はい、はい、こちら、もしプレミアム ID とかあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、ね、アットマーク、チエリですね、ローマ字、チエリ、CHIERI ですね。こちらのアットマーク、チエリでですね、はい、LINE ID 検索いただくと、これ、アットですね、必ずお忘れなく検索いただきたいんですけれども、そうすると、まあ、天野さんのですね、LINE アットも何かしらやっぱり参考になったり勉強になる部分もあると思いますし、また風水にね、ご興味がある方もぜひこちらで学んでいただけたらいいかなと思いますので。そうですね。ヒント集の11のヒント集が無料で手に入りますし、登録だけで。風水11の。はい。はい、お役に立つ11の秘訣っていうのが。11の秘訣、はい。こちらがプレゼントでもらえるということですか。はい、そうです。それは登録だけでいただけます。はい、こちらもですね、ぜひ欲しい方は、ゲットしてみていただければと思います。はい、はい、また今度がね、少しでも勉強になった方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もね、していただけたらと思います。はい、はい、いや、天野さん本日はありがとうございました。はい、いえいえ、こちらこそありがとうございました。